最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。デビューからあの応援してます。これからもよろしくな。サインお願いしていいですか？もちろん。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら、こうすから、それ二人へのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解って。サインありがとうございました。いや、調子はどうだ？いつもと同じ。最高っすよ。そりゃ応援のしがいがあるぜ。あのジェクトの息子だもんな。こっちも気合い入れて応援するぜ。今夜こそあのシュート見せてくれるんでしょ？さあな、わかんねえっす。隠すことないじゃない。ジェクトシュート期待してるよ。今日の試合は大切にしてね。サインして。サイン。はいよ。ちょうだい。いいっすよ。僕も。焦んなって。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。じゃあ終わってから。な、今夜は、今夜はダメだよ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。
俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンださ。親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。ほら慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント、そのきつい潰し合いから勝ち残ったのは、そう、東 A 地区のエイブスと南 C 地区のダグルス。注目はもちろんエイブスのエースのあいつ。去年のルーキーが今年はいきなりエースだ。あのジェクトの血を受け継いだ新しい星、今日はどんな動きを見せてくれるのか。今日こそあの幻のシュートが炸裂するのか。期待するなってのが無理だよな。通して。はいはい、ごめんね、遅れちゃうっつーの。引っ張んなって。アロン！
ボサッとしてんだよ。お前を待っていた。またわけわかんないことを。始まるよ。あ？泣かないで。あ？なんだ？待てよ！こっちやばいって。見ろ。俺たちは神と呼んでいた。神。ジェクトの土産だ。親父の？使い方は実践でな。雑魚に構う時間はない。突破するぞ。全て倒そうとは思うな。邪魔な奴だけ切り捨てて走れ。暴れやがって！まとめて片付けてやろう。
げ。アーロン、逃げた方がいいって。迎えが来ている。は？付き合ってらんねえっての。手に負えんな。おい、あいつを落とすぞ。なんで？面白いものを見せてやる。覚悟を決めろ。他の誰でもない。これはお前の物語だ。いろいろ考えてたのは覚えてる。俺どうなるんだとか、ここどこだよとか、そのうち頭がぼーっとしてきてさ、なんだか眠くなって。
夢を見た気がする。一人ぼっちになる夢。誰でもいいから、そばにいてほしい。そんな気にさせる夢だった。わかりませんね。Thank you.
事態はどんどん悪くなっていく。夢も希望もありません。そんな気にさせる場所だと思った。火どこだよ。減った。今日は何？つまらないミスだったな。明らかにお前のせいで負けた。そんなこと言いに来たのかよ。今日は命日だ。ああ。一人で泣いているかとな。泣くかよ。泣いてたよ。おい
なんだよ、消えちゃう気か。あ、いや、ちょっと待ってくれ、なんか探してくるから。思考がマンモンドか、神殿シーズザセテフンか、フフンがオフィシチェセフタヒヤファヤッセ神殿ガッサマフォーサチマキヤサミガレガモメシュエセミオ。塗装はける着せろ。言ってんだよ。ゾルモア、耳を。まいった。コーヒコーム、アルシンキノ。全然わかんねえ。カンハミョア。
へっ、へっ、わかんねえっての。違うよ。ヤッセ、仕事を手伝えば少しの間は世話してあげるってさ。お前、言葉わかるのか。わかった、働くよ。ゴフキス、待たる、ラジョフシ、あえも。海の底に昔の遺跡があるの。今は動いてないけど、多分まだエネルギーが残ってる。潜ってってちょいちょいってやれば遺跡が復活して、海底に沈んでるあれを引き上げられると思うんだよね。じゃ、お仕事頑張ろう。うぇす。
飛空艇無魔敵様、地ノルマ榊あっさ、ラーセゴフタセレチワデモフワノヤネマホソガ。ねえ、なんだよ、手伝っただろ。腹減った。おお、飯。うん。からだよ。何さ。あなたのお名前は？リュックだよ。おー、本当に通じるよ。おでもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ。ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。
俺、変なこと言ってんのか？真に近づいたんだ。うん。大丈夫、きっとすぐ治るよ。真に近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？真の毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前に真が暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ、千年前って。俺真がザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか？信じらんないって。そんなの、あのさ、ん？ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。ルカ？よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。行きたくないの？うん。じゃあみんなに話してくるからちょっと待ってて。あ、それから注意、ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。うん、うんうん。ザナルカンドはエボンの聖なる土地。何のこってすかって感じだった。エボン？真の毒気？ルカ？どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか？信じられるかっつーの！あ、もう！え？大丈夫か？人！Thank you.
前さっきの技もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。ないよな。どこのチームだ？ザナルカンドエイブス。どっから来たって？悪い。今のなし。俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。真の毒気にやられたか。でも、こうして生きてるんだ。エボンの賜物だな。トレーニング続けてろ。俺はワッカ。このビサイドオーラカの戦士兼コーチだ。なんだ、腹減りか？よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。ワッカはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔昔、スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然神が現れて機械の街を全部壊しちまった。もちろんザナルカンドもな。それがだいたい1000年前。そう、お前の言う通りだ。まあ神は調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ、昔の奴らのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ。それは分かってるさ。でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。ワッカもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。なあ、楽して暮らしてた時代のチームなんて岩っちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりは真だ。だからもう一度真に会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまでは、ここがどこかとか、いつの時代だとか、気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの少しだけ。